言わないと、家に帰ってからちゃんと言おう。アマネ君、多分アマネ君は私にいろいろ言いたい、もしくは聞きたいことがあると思いますが。俺も謝っていいか？何を？臆病でごめん。分かっていて、踏み込むのが怖くて目をそらして、真昼の気持ちに気づかないふりを、見ないふりをしていてごめん。それはお互い様では。私も同じようなものですよ。俺から言わせてくれるか？人を真剣に好きになるって初めてなんだよ。あっさり覆されるとは思ってなかったけど、最初はさ、真昼のことを可愛げないって思ってた。出会った時はさ、素直じゃないし冷たいし可愛げなかったし、互いに利害関係でいいって思ってた。それがいつの間にか物足りないって思うようになった。触れたいって思うようになった。大切にしたいと心の底から思うようになった。欲しいって思った。まあ俺が何かする前に真昼が踏み出したんだけど。そんな物好きはお前くらいだよ。またそういうことを言う。真昼が人から物好きって言われなくなるように頑張っていい男になるよ。真昼のことが誰よりも好きだよ。付き合ってくれるか？大切にするよ、絶対に。